はい、今回はスペースを作り出す動き出しというのを解説。スペースを作り出す動きを2回することでディフェンスの判断を迷わせる方法について解説します。まず中にパスを出して中央に抜け出します。まず中央に出した選手を抜け出し、それに敵がついてきて、ついてきます。でそこに空いたスペースに人がまず入ってきます。でそこでボールを、でそこでボールを受けた選手は少しボールを運び敵を引きつけます。でまた中央にパスを出します。そしてまた同じ2回目同じ動きをします。中に入ります。この動きを2回することで敵がついてるマークがついていくかどうかっていうの、ま、あの判断が迷いが生じます。でまた中央に、で一応これを2回やることでそこにスペースができて、そこに選手が入り込んでパスを受けます。で最後に逆サイドで合わせてシュート。